じゃあ今日はなんと2日目ということで、もうパスタをね作ります。もうこれはね、今日材料が何にもないので、もうあったのはなんと冷蔵庫の中にキャベツとなんとエビの鍋があったんで、それ作るね。キャベツなんで沸騰した湯ね、中にこのオイルボイルしたところでこのパスタ入れます。はい、じゃーん。熱いよこれ。こういう失敗もありますんでね、こういうのは気をつけるようにしてください。熱湯だとね、これね、熱いさ、これにですね、パスタを入れます。お好きなだけね、塩入れてね。はい、これもどれぐらいの、これ食べるぐらいですからね、適当に。これはもう自分の用のね。はい、でこれ入れちゃうと。で、あとはですね、今日は桜えびのね、これあったのがなんと冷蔵庫にキャベツ、これ桜えび、これだけ。あとはもう買いに行くのもめんどくさいのでね、もう作っちゃいます。はい、これやってる、パスタ茹でてる間に、なんか基本となるのオリーブオイルね、それとこれオリーブオイルが違います。あとはこれね、ガーリック、はい、ガーリックね。そう、基本となるの大体このガーリックとオリーブオイルね、あと鷹の爪、こんなもんですか、大体ね。まあもうさ、もう大体もうこんなもんね。はい、はい、これをまず、はい、やっぱガーリックはね、私は好きなのでね、よくこれ入れます。これ嫌いな人はあんまりね、数いっぱい入れなくていいですけど、基本的に私はこれ好きなんで結構入れちゃいます。で、これがガーリッククラッシャー。これはね、パスタ好きな人はぜひ買いましょう。作る人はね、あの You can buy the IKEA just for $5 or more or less。 あの IKEA でこれ売ってますんでね、 And this is garlic crusher and you can buy for it。 So anyway、 で、ここでこれ簡単、これお手入れも簡単。ここにガーリックを入れて、あとブイーンね、これだけで、あとはもうこれね、入れちゃうだけです。これ非常に便利で、これであと中のね、ポランプを使っちゃって食べるのも十分。はい、あとはこれわかめでスタート。さあ、これにね、あと少しウリンさん、これ鷹の爪ね、唐辛子、これ好きな人ピリ辛、ちょっとね、ピリ辛あんまり好きじゃない人はこれあんまり入れない。これで少し中火でやります。はい、あと今日はこれにね、少しアンチョビを入れよう。まあこれあってもなくてもね、いいんで。最近このアンチョビね、これちょっと塩加減があったりしたらうまいんで、これは2切れぐらいかな、みじん切りにして。あってもなくてもまあ美味しい。あったらちょっと隠し味が美味しい、ね。これがあるとちょっとね、美味しいでしょ、美味しいぞって感じでね。こんな感じでちょっとみじん切りにしちゃいます。はい。で、ちょっと香りがいいんでね。I just put in some anchovy, just a、nice flavor as well.これでちょっと入れます。これ少しね、いい香りがもう出てきちゃいますから。で、パスタはこれでもうそのまま茹でると。はい、はい、じゃあこれはもういらないんでね、入れときます。はい、あとはこれに少し、あんまりこれね、強火で炒めちゃうとあれなので、中火ぐらいでね。はい、これに
これちょっと香りがしてきたらエビちゃん入れちゃいます。それではサムシュリンプ、これも香りがいいね、これね。サムシュリンプ、これぐらい whatever you want、 もう好きなぐらいね、自分の好きな感じで。もうこれエビちゃんもうちょっと入れようかな。いい匂いだね。 As you like。 そしてで、これで軽くね、香りが出てくるからね、いいんじゃないですか。こんな感じですよね。あとはもうパスタはこれも、はい、ここにちょっとあの先ほどのこれも残りのキャベツ、これも好きなだけでもどれぐらい入れようかな。うん、そんないらないね。もうこれ味がいいって感じ。これぐらいかな。もうこれも少し入れる前にちょっとボイルしとけばね、大丈夫。はい、これは結構熱いんでね。はい、あとはもうすごくこれいい香りです。すごくこれもいい香りがだいぶこれ出てきたら、まああとこれ少しこの茹で汁をちょっと使ってですね、これちょっと入れちゃう。これ一杯ぐらいね、これはいいかな。はい、これぐらい。あともうちょっとこれをね入れちゃう。もう好きなぐらいね。はい、キャベツもうちょっとあってね、もうちょっとあってもいいのかね、キャベツは。はい、あとはパスタができるまでね、少しこれで当てんじゃない、芯が見せてね。でここで塩コショウしてもいいんだけども、あのなんでしょうね、ちょっとアンチョビ入れたんでそんなに入れなくてもいいかもしれないね。はい、あとはパスタができるのを少し待つとね。パスタもこれもう3分ぐらいですからね。あちゃ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 、あこれまだだよね。はい、もうこれでもう火止めちゃっていいですね。だいぶもうこれだけで非常にいい香りがしますね。ちょっとこのキャベツがもうちょっと芯のところが多いけどね、これ残り物だから。はい、あともう3分ぐらい経ちましたので、これでもうね大体麺がある程度柔らかくなったんで、これでもうパスタ投入しちゃいます。ちょっとね、はい、じゃこれでもう大丈夫です。よいしょ、はい、あとはもう一回これね、パスタで、はい、これ豆乳、じゃじゃん、はい、あとはもう塩コショウで味付けするだけですからね。はい、もう簡単です。でも好きな量に味付けして、どれぐらい味がね整っているか、もう自分の好みで塩コショウ、もうあのやっぱアンチョビがあるんでだいぶね塩がいい味がついてます。あと簡単に塩コショウしてね、ここに入れますか。これぐらいで、おいしい、これ出来上がり。はい、はい、あとはもうね好きなように盛るとね、